はい、どうも松です。どうもどうも。今日もですね、ゼルダ無双厄災の目視録やっていきたいと思います。前回からですね、ちょっとレベルを上げまして、強くしてきました。なので、こちら今回はですね、アッカレ砦争奪戦やっていきたいと思います。推奨レベル25ですけど、レベル33あるんでね、だいぶ余裕あると思いますね。はい、で今ちょっとお金が足んないから、お金これ食べれないのか、どうしようかな。ダメージ7パワーアップにする。これにしよう。美味しいです。みんなすごい喜んでくれた。でパーティー3人目どうしようかな。俺インパさんさ、今最強なんだよ状態的に。ダルケルさんだけめちゃめちゃレベル上がってないけど、じゃあこれでいくか。リンクのマスターソードもちょっと強化して、まあ、ゼルダはまあそんな強くないけど、インパさんがねマジでこれ強いのよな。ということで、まあやっていきましょう。インパさんに絶大な信頼を置いているからな俺は。4人の英傑たちが神獣操作の訓練に励む一方、うん、プルアをはじめとする古代遺物の研究者たちは、ね、うん、ハイラル平原に突如出現した平原の塔の研究を進め、う、ね、うん、やべ足ぶつけた、うん、いて。シーカータワーと名付けられたその塔が、うん、1機のみならず、うん、各地の地中深くに埋没していること、うん、そして地上への出現は、うん、ハイラル城内の装置によって制御されていることを明らかにする。あ、そうなんだ。あれそうだったっけ。制御装置を起動させるためには、そうだよね、シーカーストーンをシーカータワーに認証させる必要があると判明し、うん、ゼルダはプルアや英傑たちと共に塔の調査へ赴こうとする。あ、なるほどね。それであれか、魔物がいっぱいいて入れないみたいな感じなのかな。どうした。あ、そういえばこれなんだっけ。また異物の調査か。あ、お父様が。お父様。そのようなことにかまけている暇があるのか。いや違うんですよ、やれることやってるだけなんですよね。あ、ちょっと お胸が大きい。あ、ちょっとやだ。あ、ミニガーディアンが、お、無礼者。あ、そっか、100年後の未来ではお父様もお亡くなりになってるもんな。これは昔、うん、お母様と一緒に出かけた時見つけた遺物です。うん、きっと何か特別な力を秘めているのだと、うん、お母様とお話ししたのをよく覚えています。確かにちょっと不思議な光り方してるもんな。けれど結局、うん、使い道はまだ分かっていません、うんうん、お父様、うん、こういった異物の謎を解き明かすことが、うん、厄災に抗うための、これはお前の務めではなかろう。まあね、もちろん修行を怠るつもりはありません。けれど私は私にできることを精一杯果たしたいのです。それを逃避に過ぎんと言うておるのだ。なるほどね、うん、まあ、お父さんの気持ちもわかるけどね。こたびは許す、うん、だが分かっておろうな。BGM かオマージュだ。あれリンクかっこいいな。英傑の服マジで似合ってるぞ。あ、てかそれ渡しちゃっていいの。てかお母さんは亡くなってるのか。そうだよね、ウルボザと確かめっちゃ仲良かったけど、なんかで亡くなってるような気がしたんだよな。うわっ、マジか。イーガダン来んのかここで。はい、で、うん、そのシーカーなんたらっていうのを、うん、復旧されたらどうなるんだ。スッパがいる。ん、我らの居所、うん、手の内も、うん、立ちどころに暴かれてしまうそうでござる。うわ、やばいな、ね、居場所がバレちまうってのはまずいか。そうだね、甲賀さんからしたらそうだよね。ん、お前たちにも働いてもらおうか。お、マジでまた甲賀様と戦うのか。わわわわ、はい、スッパ、うん、
ガノン様からのお達しだぞ。しけ、うん、薬剤ガノンの宿り師ガーディア、うん、これさえあれば世界のすべてが手のひらの上。わ、やばいよ。やはり下船。どうした？薬剤ガノンの力、うん、そうやすやすと御せるものでござるか。確かにスッパちょっと頭切れるな。すごいな。確かにね、うまく利用されてるだけっていう可能性もあるからな。あ、ここは塔じゃないか。うん、もう明らかにシーカーストーン入れてくださいって。うわ、懐かしいこの音。反応した。まさかあの伝説の BGM が聞けんのか。お、来た。全部の塔が。え、でもこれさ100年前、あれブレスオブザワイルドではさ最初から起動されてはいなかったよね。大成功。え、起動されちゃったよ。うまくいったようですね。未来が変わってる、もしかして。それじゃあこの調子で他の塔もどんどん復旧させてこっか。かわいいな、プロさん。マジで平原の塔の復旧に成功したリンク、うん、プルアの指示のもと、うん、各地に出現したシーカータワーを順調に復旧させていった。あそこは見せてくれないんだね。もう順調に復旧できたんだ。だが、うん、敵も手をこまねいていたわけではない、うん、リンクたちが最後に赴いた彼の塔では、うん、イーガ団が戦力を集結させ、うん、待ち構えていた。なるほど、それで戦うことになるわけだ。そう、前回あのコメントでね、2段階目の X のためこ息使わないんですかっていう風にコメントいただいてたんですけど、それはただ単にね、僕がね、あの使ってなかっただけですね。これかな。なるほどね。あ、これもできんのか。この段階で空中に飛べんだね。知らなかった、ごめんなさい。ただ単に私が知らないだけでございました。 OK、 じゃあ向こうか。大回りするしかないね。ほらみんな行くぞ。え、研究中のガーディアンが動いてびっくりした。これ仲間だよね。大丈夫だよな。うん、うん、ああなるほどね。ミニガーディアンマジで役立つな。オッケー。まあとりあえずあそこに向かえばいいんだよね。違うかな、待って、なんかちょっと違う気がする。だってゼルダたちがあそこから動いてないもん。待って、一旦こいつら倒そう。ほら危ない、ギタロック了解。ほらで、ドスコイと、でこれでスマッシュで決めていく。あ、やっぱそうだよね。危ない危ない、先に進んじゃうとこだったよ。オッケーオッケー。まあこいつらだよね、こいつらは起動しろって言ってんだよね。まあ、でもその前にあいつらがいるからあれを倒したいんだよね。了解、行くぞ。今危ない、どこ行った。あ、ウルボ様ちゃん戦ってくれてる、ありがたい。お前がいれば100人いるよ。痛い痛い、ちょっと見えない見えない。これ奇跡的に避けた。これ強いな、確かに。二段攻撃めっちゃ強いね。ちょ、見えない見えない見えない。どうなってる、どうなってる。今スマッシュ、これ倒したかな。オッケー、完璧。さあこれであれが使えるようになるのかな。あ、ぽいね。わ、すごい、そんな簡単に動き出していいものか。え、これガーディアン使えるようになった、めちゃめちゃ強いんじゃない。オッケー、通れるようになった、やった、行こうか。わ、いるなこいつら。ほら、くらえ。凍らせていく。さあ進んで、あとはあっちだね、縦サーフィンでも貫通しよう。ほら待って、やつらが動いてねえな。ちょっと動かそう。ここまではいけないから、
ここ手前までならいける？あ、いけないな。じゃあここ来てもろっか。じゃあゼルダさんもここに来てもろて。オッケー、みんなで頑張って協力してやろう。でこれはこっちだね。オッケー、こやつらを倒せばいいと。なんか変な変なものがある。待ってこれね、ビタロックで止めるじゃん。でこれでこうやって吹き飛ばすと、吹き飛んだ先で爆発するんですよ。ほらこれ結構ねいいよね。いいよねとか言って、誰に言ってた、いいよねって。あ、来てるかな、ちょっと待って。ゼルダさん今ここで戦ってるから、ここまでなら来てくれる。あ、オッケー、ここなってるね、行き先ね。いて、当たんの今の。ほらー、倒したかな。オッケー、宝もいっぱいもらって、錆びた剣ゲットした、やった。でこっちかな、道は。あ、こっちだね。ちゃんと敵を倒しながら、あ、待って、これで多分ここまで誘導できるようになってないの。え、なってないの、ちょっと待って。まあいいか、じゃあそこで。こっちの橋も塞がれちまってる。あ、マジで本当に。あ、これが塞がれてんのか。え、じゃあ、うん、供給用の簡易小台路。あ、さっきあったやつ、あれだよね、これだよね、これ。起動した、起動したよ、もう。これ多分もう起動、え、起動できたはずなんだけど。あ、できてる。オッケーオッケー。お、動いた動いた、凄まじい攻撃力。あ、でも一回使ったら動けなくなるんだ。よし、オッケー。なんかあれだな、ウルボザがいるとすごく頼もしいな。さあこっちで出るはず、こっちはね。よしよしよし。うわ、敵多いな、マジで。イーガだ、大集合。いた、なんてことしやがる。お前攻撃止めてやる。多分ね、一番攻撃が続くのはねこのコンボなんだよね。こればっか使ってんだけど、1対1の時は。 OK、 完璧。お前なんか一人でかわいそうだな、倒してやる。倒してやるとか言って。あれ、これでもう倒したよね。あ、待って、あっちにガーディアンがいる。え、門が開かないね。どうすればいいんだろう。確か鳥の中にもガーディアンあった。え、さっきのやつじゃないの、違うのかな。おわー、マジか、結構いっぱいだな。じゃあ、え、どうしよう。じゃあインパにここの一番遠いとこ行ってもらおうか。でゼルダは、じゃあゼルダここで。あ、ちょっと待って、そしたらさ、俺あれキャラ変えようか。引き受けます。俺がインパにして、リンクを一番遠くまで行ってもらおう。でゼルダこのままで、はい、オッケーオッケー。結果オーライだね。でインパはこっちに走っていって、右側の2つをやりましょうか。え、異物を破壊するでござる、マジで。なんてことしやがる。陰を回収しながらかかっていく。でこれインパもねマジで強くなってるから、これなんだ、武器が、あの錆びた武器をさ解放したらさ、マジでめちゃくちゃ強いのが出てきてしまって、それもさらに強化してるから最強になってるんだよ。オッケー、あ、これを起動すればいいんだね、了解。いた、危ない、ちょっとなんてことしやがる。フライ必殺技、これ多分全部削れるんじゃない、無理かな、さすがに。あれ、てかボスいる。あ、ウルボザがついてきてくれてる。金もつけて、オッケー、完璧。成敗していく。で、どこだ、簡易なんとか、あった、起動した、オッケー。で、あと奥のところに行けばいいんだね、こっちからだね。よし、ブラエ走りながら倒していくよ。オッケー、こん中だね。金を回収して最強状態になって、あとはもう武装するだけよ。オラオラオラ、危ない、避けて、ナイス。あ、避けれてない。必殺技で削ろう、覚悟してくれ。なんかこのカメラアングル不思議だね、やばい、強すぎる。待って、インパやばいって。 OK、 これであとの2人が
うまく移動してくれてればいいんだけど。なんでリンクとゼルダ同じところに移動してんの。あ、そういうことか。そっちからじゃないといけないのか。なるほどな、了解した。もうこれで永遠に移動 し続けよう。じゃあそしたらゼルダの行き先変えなきゃ。あ、合ってるわ。いいんだ、いいんだ。オッケー、リンクが手前を攻略しているうちにゼルダに奥行ってもらおうね。マジで縦サーフィン便利だな。坂道のとこずっと永遠にこれできるからな。もう着いた。オッケー。おお、いるね敵。で一気にビタロックで一掃してやる俺が。ほらスマッシュ。これでもう1体目倒したでしょ。完璧。でもう1体いるよ。で空中から離れて、どこ行った。いた、まだ。あ、待って待って、避けて、ナイス。あ、避けてない、見えてない、見えないし、完璧。で リンクじゃねえや、ゼルダも奥行ってくれたね。 OK、 完璧で、これで古代炉を起動します。でゼルダと変わります。あれ、なんだ変われない。あ、変われた。おりゃー、いるよな。 OK、 ビタロック止めていく。ほら爆発させていく。危ない危ない、なんてことしやがる。痛い痛い痛い、ちょほらー、危ない、逃げて。いた、ちょっと危ね、避けて、ナイス。姫様、危ね、おじゃ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 、起爆、危ね、ちょ痛い痛い。やっぱゼルダもうちょい強化しないとダメだな。でもそうか、この相手って手帳今アイスメーカー当てたはずだぞ。で飛んで、待って、いた、ちょ三角飛びでジャンプしたい。あ、待って、ちょっとダメなっちゃった。避けて、危ない危ない、痛い痛い、ちょっとぶっ刺された、痛い。やっぱダメだな、ゼルダ慣れてないな。もっと使っていかないとダメだ。ほい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 、ジャンプ、待って、できてない、うまく、痛い。ビタロックして階段を作り出す。あ、痛い痛い、ちょっと空中攻撃がやめてくださいよ、そんなこと。待って、危ない危ない、ゼルダが、お、避けた、一体倒したの、なんか。あ、すごいすごいすごい。あ、これかわいい。ナイス、ゼルダ。待って、これ全部倒した。全部倒したの、すごいな。オッケー、これで全部起動したぞ。いいよね。うん。取り出ないのガーディアンを起動しましょう。え、待って、これ今から全員あっちに移動させないといけない。ゲボゲボのゲだね、これね。これどっから移動できるの？でもこっからだよね、多分ね。一番近いのはあっちの方々だから、じゃあちょっとゼルダとインパ様をこっちに移動させて行きましょう。リンクの縦サーフィンで、必殺縦サーフィンで行こう。物理法則無視の坂道を駆け上がる縦サーフィンで、これでね、ちゃんと敵を倒して素材も稼ぎつつ、ほら高速移動ですよ、これが。これが現代の高速移動ですよ。ごめんな、サボってるところ。でこれで、さっきいたところまで戻ればいいんだね。うわー、畜生、これあれだな、ゼルダで戦ってる間にあっちに移動させておけばよかったか。こっちはね、こちら、 OKOK。 でこの橋を通って、鼻がかゆい、ちょっと鼻がかゆい、縦サーフィンやってる場合じゃねえ。くらえ。さあ、これで多分最後 E ガダンのボス、こう、俺的にはコウガ様とあのスッパが同時に出てくると思ってる。お前らやられすぎだろ、任せろ。さあ行くぞ。やばいな、敵多いな、こんなにいるか。 OK、 これでいいはず。
あ、ウルボザがいた。お願い、動いて。お、動いてくれた。ありがとう、ガーディアン。うわ、ガーディアンが逃げろ。やっぱ中に陣取ってたんだな、あいつらが。で、あ、動かなくなっちゃった。ありがとう、ガーディアン。砦の中に入ってきたけど、どこに行けばいいのか分かんないな。あ、あ、ここあれじゃない？なんかいっぱいさ。お、スッパいた。待って、危ない。ちょっと待って、危ない。危ない、危ない。ちょっと待って、危ない。どこ行った？危ねえ、ナイス、よけ。スッパーを倒し、あっかり取りでよ。オッケー。痛い、ちょっと、な、痛い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 。やばい、強い。危ない。スッパー強いから、ちゃんと集中していかないと。痛い、ちょっと待って、これが強い。でもスッパーも俺のことを強敵と認定してくれたからな。情けない姿を見せるとこにはいかないよ。今使えないんです、ごめんなさい。いた、切られた、スッパに。やばい、スッパが強い。そんで BGM がかっこいい。ちょっと見えない見えない。 OK、 これで破壊して、かっこいい。で必殺技で一気に削ろう。ほら、これスマッシュできない。できるよね。え、当たってない。罠だ。今の距離の取り方めっちゃかっこよくない？何しやがる。取り出ないよ、移動した。なんてこった。どこ行きやがった。絶対反対側だ。こっちじゃないか。え、新しい目的地を設定って言ってもいないけど、絶対ここだと思うんだけど、違うかな。あ、違うな、いないな。え、どこ行った、スッパ。畜生、せこいぞ。こちら倒したら出てくるのか。ちゃんとね、周りの壊せるものも壊しながら。ほらー、いいな、お金がいっぱいもらえてるぞ。ほっ、よいしょよいしょよいしょ。ほら、どすこい。出てこないな、全然。あ、待って、これ壊せそう。壊した。青いお金もあんだな。あ、ウルボザが助けに来た。危ない、避けて、ナイス。いて、待って、すごい無言になっちゃう。ゲームに集中して無言になるとはもう実況者たるものありえないことで。ほら、戦場でのあんたはいつでも安心して見てられる。え、ウルボザ様に褒められた、嬉しすぎ。でもまあこっちじゃなかったな。ってことは、え、でも砦の中っつってたもんな。この上と、え、こっち行ったっけ。あ、なんか宝箱ある。巨大なコア、これがあれか、塔か。でもここはもう関係ないもんね。あと行ってないのはあっちか。いや、そしたらこ、え、こっちでもない気すんだよな。ちょっと待って、じゃあインパ様にこっちの方行ってもらって。あ、でももう調べられるのここだけか。ちょっとインパ頼んだ、あっち。これのさ、あの緑色の矢印のところ、上上がれたりする？緑色の矢印は何を表してるんだ？これ階段だよな。そうだよな。あ、やっぱこっちじゃない？なんかある。あ、コルグだ。こんなとこに。危ないよ、君。宝箱もあります。こっちの奥じゃない？やっぱ。違うかな。わ、いそうだよな、ここな。明らかにいそうな。え、ライネルだ。マジか、ライネルいる。ちょっと待って、危ない。ほら、暗い暗い暗い。ちょっとライネルは予想外だ。危ない。ちょっと待って、危ない。避けて避けて、しっかり集中しないと。マジでこいつ強いから。避けて、あ、避けれなかった、クソ。ちょっと遅かった、やばい。危ねえ。ナイス避け、ナイス避け。あ、避けれてない、クソ。ナイス避け。今チャンスよ、リンクさん。 OK、 こいつほんと強いからな。
ブレスオブザワイルドだよ。俺マジ何回死んだかこいつで。ナイス、スマッシュ決めていく。必殺技も使えるよ。一気に畳みかけろ。いいね、ビタロックで今この状態の時にアーマーを破壊しておく。ほら壊しきれ、ナイス、いい感じいい感じいい感じに戦えてる。危ねえ、復活した。避けて避けて避けて、危ねえ、アイスメーカー使えなかった。わあ、頭に攻撃できた、嬉しい。やばい、離れて離れて、危ねえ。今チャンス、さあ来るぞ、もう一回。ナイス、いい避けよ、いいね、リクさん最高。今動き切れてる、めちゃめちゃ危なーい、痛い、クソ死んじゃう。ナイス避け、これも決まったろ。うわ、そんな決め方あんの、背中ぶっ刺した。かっけーリック、お前最高だよ。ちょっと待って、これは壊せるやつじゃないな、これ壊せるな。なんかレア素材とかもあるらしいからさ、ちゃんとこういうの壊していかないといけないから。で、奥に行けるようになったな。こっち行くか。チュチュじゃねえや、まあ、コウモリがいるけど、あ、イガダンいる。てかなんでこんなとこイガダンが目白にしてんだよな。あれ、こっちから行けないな。ほらブレス・オブ・ザ・ワイルドの時あんなに一人一人が厄介な敵だったのに、こんな雑魚になりす、え、なんだ今炎撃たれたぞ俺。うわ、酸っぱい、いた、いたいたいた、ちょっといた、ちょっと待って、やばい、ナイス、オッケー、今チャンスよ。ビタロックで止めていく、畳みかけろ、ナイス、リンク離れて、危ない、なんか変なやつ、変なやつ出てきた。アイスメーカー了解、ナイス、上からオッケースマッシュ、ナイススマッシュ。でも倒した、必殺技で削りきれない、無理かな。あ、なんかまた攻撃効かなくなった。え、なんだなんだ、攻撃は効かなくなったぞ今急に。次こそは、まだお前次があるのか。また移動しやがった。ちょっとまあ行けるとここっちだから。うわ、すごい部屋だ。スッパーを探し出して倒せ、了解。うわ、塔の解放がこんなに大変だとは思わなんだ。なんかあれかな、隠し扉みたいなのあったりするのかな。さすがにないか。そんなの作っちゃったらもう永遠にこのこっから出れなくなるもんね、わかんない人ね。あとはあれ、もういない、あ、いるな。マスターソードがさ、マックス状態になってる時のそのさ、斬撃飛ぶのマジで強いんだよな。危なーい、アイスメーカー了解。でも削り切れんじゃない、さすがに無理。え、消えた、倒した、で、こっちはもう行けんから、あとはもうこっちしかないぞ。なんだこの隠し通路は、ここいる、あれ、こっちか。皆の者かかれ、あ、来るぞ、あれ、来ない、来ないな、こっちか。え、やっぱいるよな。このスーパーの体力が減ってる、痛い痛い、ちょっと待って、危ない、ビタロック、これで一気に、ナイス、どうなった、危ねえ、もうスッパごと一気に、スッパと幹部一気にもう削り倒そう。 OK、 いいぞ、一体ちょっと幹部邪魔なことすんな、危ない危ない、ちょっと幹部が邪魔してくる。スッパ倒せる、ちょっと痛い痛い痛い、ちょっと今チャンスなんだから。オッケー、倒しきった、よっしゃ。あと、あれ、お前攻撃できないな、ちょっとどこ行く、どこ行く、ちょい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 
どこ行くの、どこ行くの、どこ行くのね、どこ行くの、ねえ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 、ちょっとちょっと、どこ行くのね、あんたどこ行くの、ちょっとついてっていい、どこ行くの、あんたこれどこに逃げるつもり、あ、ウルボザ様どこ行くのね、あと幹部、幹部でしょ、幹部なのに逃げちゃっていいの、そんなスタスタ、そんなスタスタ逃げちゃう、お金いっぱいもらえたのは嬉しいな。これでもだいぶリンク35レベルになったの。オッケー、錆びた剣をゲットして、やべ、インパの武器が、ちょっと武器売ろうか、この辺いらないね。オッケー、リーバルさんの武器もゲットして、ちょっと錆びた武器出たからさ、あの錆取ってみようよ。あ、待って、塔解放できた、チェッキーがすごく、こうして眺めてみるといろんなことを見てる、壮観ですね。そうだね、平和だね。ブルは何か分かりましたか。チェッキーが、うん、これがシーカーストーン、自分の世界に入ってる、すごいメイクだな、アイメイクすごいな。姫様、うん、やっぱりこの塔すごい力を秘めてるみたい。なんかできるようになったりする。このシーカータワーはもともと薬剤の復活を察知するための施設らしくて、あ、そうなんだ、端末を通じて塔の周辺情報をシーカーストーンと共有できる。すごくない、ハイラル中の地形や魔物の動きが瞬時に丸分かりってわけ、うん、え、もしかして全体マップ強化されたりする。要は敵の動きを読んで戦略が立てられるってことかい。さすがウルボザ様、バカバカ、プルは勘弁してくれよ、まあ、説明するより、うん、試した方が早いかもね。え、何ができるようになんだろう。ウルボザの腹筋とくびれすごいな。さあ、これで全体マップがなんか変わったりするのかな。そしたら興奮するよ俺興奮するよとか言って、どうなんだろう。え、ロ、あ、来た。これはあれだね、いつもの塔に戻ってくる時の演出だけど、全体マップ変わるか。うん、そこクリアしました。で、次そこ行ってくださいが出てきて、なんかいっぱいやれること出てきたけど、星マークついてんの、なんだあれ。待って、死ぬほどいっぱい出てきたな、やれるとこ。俺結構クリアしたつもりだったんだけど、そんないっぱい出されてもなすごいなこれ、なんだなんだなんだ。え、鍵マークもあるぞ、何これ、こんな。だってイーガダン相当戦、分かった、ちょっとそれは分かったんだけど、なんだ、星マークは何をするんだ。 18%、 あー、なるほどね、達成率何パーみたいな超えたら、あれか、それができるようになるのかな。え、リモコン爆弾強化できた、すげえ。まあ、いや、ちょっと待って、とりあえずサビ取ろうぜ、サビ、まあ、できることをやっていきながら、サビ取りどこだっけ、これか、あ、これだね。サビを取らせていただいて、強いやつ出てくるかな。お任せで確定する、はい、37。え、マスターソード超えたんじゃね、初期攻撃力的に。ちょっと待って、マスターソード超えた疑惑ある。まあでもマスターソードの方がかっこいいから、リンクは一旦あれでいいやな。OK、とりあえず今回はこの辺で終わりましょうかね。で、次回が、イーガダンの総統戦をやるので、多分また、スッパ様が出てきて、であと多分、コウガ様が出てくるから、そのコウガ様をね、しばき倒せっていうことだと思うんだよ。移動速度 15% アップだったよ。あ、ヘブラ地方が。やった、なんかいっぱいもらえた、ラッキー。はい、という感じで、できるところは進めつつ、メインストーリーもね進めていきたいと思います。で、推奨レベル33なんで、もう33に達してるんで多分大丈夫だと思うので、次回はイーガダン総統戦をやっていきたいと思います。はい、ということで今回はこの辺で失礼したいと思います。はい、じゃあまたね、バイバーイ。